こんにちはベジタリア株式会社の石津と申します今日はよろしくお願いいたします、えー、今日ご紹介させていただくのは農業用のセンサーフィールドサーバーという機械になります、えー、実際のものはこちらになります、えー、まあ実際フィールドサーバーと言われているものは10年以上前から、えー、農業の世界ではセンサーとしてずっと使われてきていましたで、えー、今までもっと大きかったんですね で常時電源が必要でコンセントが必要で畑の真ん中まで電源を引っ張って使っていただいてましたっていうのが今まででした。で今回、新しく出ましたまあ去年、おととしから出てるんですけれどもこういったコンパクトな形で乾電池だけで動いて、えー、農業用のいろんなこういったセンサーを付け替えることができるっていうのが今回のフィールドサーバーになります。で実際、えーまあ ここの本体と乾電池の電池ボックスあとはこういったセンサー類をつなげることでご利用いただきます。これは例えば pH の pH のセンサーであったりとか大きいものですとこういった気象系何かなんかを使っていただくことが非常に多いです。こここういった気象系をこの本体につけてやることで 温度湿度湿例えば風光風速あとこちらの方で降雨量あとは日照なんかっていうことが1つのセンサーで測ることができます。でこういったセンサー類を付け替えてやることでいろいろな作物あとは、えー、育て方によって、えーえー、いろんな必要なデータを見ていただくことができます。えー、実際にこのセンサー類のデータをご覧いただくのはこういった、えー、スマートフォンとかパソコンとか非常に皆さんがお手持ちのもので遠隔から見ることができます。 で実際非常に設置は簡単でステンレスのポー,ル何かポールなんかを畑の真ん中に刺してやってそこに結束バンドで止めてやるあとは余計なケーブル類はもう止めてやるということでスイッチオンでで簡単にデータが飛んでいきますで。非常に設置は簡単なんで逆に盗まれないかっていう心配が非常にあるんですけども、えーまあ、簡単に設置できる部分はそうなんですけども我々としては 保保証プランとといいいまますすか保険とか険うものを用意ししたりしていますなのでもし盗難されました、いたずらされました壊されましたということがあっても新品と交換するというプランがあったりしますで。実際どのようなセンサーがあるかというと、まあ、この本体に、えー、例えばこういった両面の濡れセンサー。 まあ、あんまり一般には馴染みのないものかもしれないんですけれども農業の世界では、えー、病気が蔓延するか否かというのは、まあ、ウイルスですねそういったものが葉っぱにつくか否かでウイルス自体は葉っぱについたとしても自分では動けないですので蔓延することは基本ないんですけども葉っぱが濡れていたりするとその濡れた水のところを伝って横へ横へ斜め斜め,斜めに、えー、病気が広がっていくと。 その広がり具合の感染度合いの傾向というのをこういった陽面の濡れセンサーで見ることができます例えば稲であればこういった角度でつけてやるあとはブドウであればこういった角度でつけてやる、まあ、その作物作物の葉っぱの角度に合わせて置いてやるということが必要になりますあとは例えば一番まあ一番え一番ポピュラーといいますかメジャーなものがこういった土壌の中に挿して使ってやる土壌の温度土壌の湿度、まあ、湿度といいますか 土壌水率ですね土の中の含水率あとは土壌の ECEC EC 値っていうのは電気伝導度になるのでその土の栄養分が先に比べて多いか少ないか、まあ、去年に比べて多いか少ないかっていうのがこういったセンサー一つで分かりますというようなものがあります。まあ、なのでさっきの気象系であったりとかこういった土壌センサーっていうものをつけてやることで、えー、その補助の状態、えー、土の状態っていうのを常に遠隔から記録していくことができます。 で実際にスマートフォン、タブレットとかで見られるんですけども、えー、基本的には、まあ、こういった1つの画面でグラフで見ることができます。えー、なので、今、ここに出ているのは3日分なんですけども、えー、去年のデータ、一昨年のデータというのがクラウドサーバーに全部残っていますので、例えばスマートフォンをなくしてしまった、壊れてしまった、例えば機械、このセンサー自体が壊れてしまったとしても、今まで育ててきたっていう、そこの記録に関しては、全部クラウドサーバーの方に残っています。なので 去年のデータ、おととしのデータというのがいつでもスマートフォン、タブレット、あとはパソコンとかで見ることができます。あとは研究者の方なんかにはよく使っていただくのが CSV CS のデータでダウンロードすることで Excel でグラフを作ったりとか他のセンサーなんかと比べてみたりとかそういったことが可能になっております。で実際あのこちらの方は防水防塵でどこでも使っていただけるという作りになっています。あととは農薬がかかったりとか肥料がかかかかかっったたりり肥料しても 機械としては大丈夫というような作りになっておりますので路地栽培であるとかあとはハウス施設栽培のところであったりとか、まあ、どういった状況でも対応できるような作りになっています。でこれがまあ乾電池一つで動くので電源工事もいらず乾電池一つでスイッチオンでデータが飛んでクラウドサーバーにもデータが止まってスマートフォン、タブレットパソコンで見ることができますとそういったような農業用の機械になります。で今までもちろんながらこういったデータを見ずに えー、経験や勘でやられてたっていうところが、まあ、多々あるとは思うんですけども、えー、これから非常に人数も少なくなっていく中あとはそういったベテランさんの、えー、ノウハウ非常に重要なこの企業秘密のようなものをどうやって残していくか継承していくかっていうところに対して一つの答えとしてフィールドサーバーというのがご用意させていただいた次第です。今日はありがとうございました